どうも、ベニシノカの稲田美希です。熊本プロレスです。女子、男子が声変わりしだすで、暖 <laughs> かく見守りやー <laughs> <laughs> あ,あ、初めて、声変わり、あ,あ、いいですね。うん、やっぱ、<ー>だいたい13歳ぐらい。十三。歳 <laughs>。平均、ね、ですか、もうしてる子もいます。あ<ー>体が大きい子たちはね。<laughs> はい <laughs> 小っちゃい子も声変わり早かったりしますけど、びっくりするときあまあまあ、統計取ったらね、それはバランス的にもそうですけども、最初はね、びっくりすると思うねんけれども、ちゃかさないであげてと。ちゃかしそうやねん、熊本さんが一番。いやいやその私ももともと低いですから、大丈夫大丈夫、私も、私な声変わりさんでもこれなんだからさ、とか言うて。はい、いですね。肩を持ってあげるタイプですよね。はい。それはね。 ね、優しく見守りましょうということで、はい、始めていきましょう紅しょうがは<々>あ大阪・泉市で。 え、ピアノ大使ですから。そうです。ピアノ大使やってますね。弁しが祭りをね、開催いたします。これがね、あの、前は道の駅でさせてもらったんですけれども、え、道の駅って、そうやけど、外も外もめっちゃ、めちゃあごなさ非常センターでね、ちゃんと、めっちゃいいホールやってる、今。そうですね。私はそうイメージで言ってましたけど、知らないと。知い、道の駅。外でやってるみたいな。道の駅に、すごい大きい道の駅がありまして、あの、泉市にね、その道の駅ありまして、 すごいリージョンセンターというねあのホール、ホール笑い結構いろいろやったりしてる落語家さんとかやってますよ。ホールやってそこでやらしもらったんですけど。一駅。これがなんとすごいよね。そうそう。正直すごいと思う私。シティプラザ。うん。シティっぽよ。稲葉さんはもうずっと言ってた。そう。やや上の風ホール。これすっごいよキャパも正直。キャパがちょっとね。我々だってあの二十歳のその成人式で。 お邪魔させてもらったホールそうですねだから成人式で使うところってことですねそうよすごいよだからほんまに結構稲田家にかかってるかもしれないいや稲田家だからその前前何人呼んでくれたんですか33人お母さんが三十三人がビスケットブラザーズとかマユリカとかめっちゃ面白かったって言ってくれたお母さん世代のあったかいお母さん世代が来ますもっと呼びますめっちゃ盛り上がりましたよねほんまにお母さんほんまに頑張れば百人呼べるからな絶対百人以上

これはそれもドラえもんの映画みたいな感じでやってますよね。そうそうですあの感じやんね。はい。あのドラえもんズと。まあ、どっちがメインかってのはないですけど。両方好きな、ドラえもんズがめっちゃ好きな人もいますから。いや、わかるわかる。わかる。っていうのいますから、同じ日に全部、同じ会場で、えあ、ルミネのキーだけね。9月15日のルミネだけ、ちょっと、無限大でタンクトップキッチンを開催しますけれども。すごい。いやー、まさかこんなすぐ形になるとは。いやー、そうやりたいて言ってましたけど。確かに乗りで結構言えたよね。 すごいことでございます。マジでってなった時に、あのね、皆さん分かると思うんですけれども、やっぱり、あの、単独もね、来てもらいたいですけど、その、結構 TT ホールとか、結構なキャパですから。うん、まあまあまあね、確かに確かに。そうですだからちょっと結構。いや、TT についてどう考えても、シティプラザが結構なキャパ、勉強が待つにね。うん。だから今年は結構、本当に、夏は、あの、お祭り、いや、すごいね。ありますので。楽しみだね、本当に。 いや、楽しい。いや、楽しみタンクトップキッチンで何か言える情報とかないのちょっとだけこ、匂わせみたいな、できへんのまあ、えー、タンクトップ語、タンクトップが、え黒色なのか。えどうでもいい。えというところでしょうか。そう <laughs>。言えることといえば。そんだけしかない、まだ、うん。決まってる情報とか内容とかは、はい。いや、すごいね。 まあもちろん、あの、ゲストの方を呼んでさせていただくんですけど、まあゲストはちょっとシークレットという形で、あの、呼ばせていただきたいなと思いますので。まあ。すごいね。名古屋で料理するのかもさん。だからまあ、ご当地タンクトップキッチンですから、名古屋の、うなご屋にまつわる何か。あそういうことそうそうそう。もしかしたら、エビを使うかもしれませんし。エビを まあまあごめんなさい今ちょっとエビはちょっと勝手になんかエビフライから来てエビてってい <laughs> エビフリアから来て <laughs> エビフライから来て <laughs> まあそっかエビっていうイメージではないかエビフライという今エビないだからそこ食材には気をつけていきたいなっていうふうに<の><う>ちゃんとご当地の感じが出るようにうう、ね、食材というかその食べ物に関してはね考えておりますので、うん、何作ってほしいみたいなのありますちなみに 何作ってまかり通るのそれあ一応参考までにねまだちゃんと決めてはないのでああこういうの食べたいねみたいなとかははははでも味噌カツとかは好きなんです正直名古屋うんフライヤー NG フライヤー絶対ダメタッタフの油絶対無理あかんのかそらそうかうん何やろな味噌煮込みうどんとかは違う味噌煮込みうどんええそう こうぐツぐつ煮込む。私、まあそうね。ちょっと味濃いか、ちょっと。うどんちょっと伸びる。うん。やっぱりその聞かといてくれないその周辺でちょっ勝手にくから、私絶対名古屋も。タプタプのお湯無理。そのうどんを湯がくタプタプのお湯無理。楽しみですね、本当に。まあ、手をた時に一番ね、大変なのが、やっぱちょっと、東京。 東京,東京だけどうしようかというふうにね。ああそうなの。うん、まあまあそうか。出張やっぱご当地タンクトップキッチンというふうに言っておりますので。はいはいはい、はいうん。やっぱご当地って入れてしまってるので。うん、東京のご当地ってな何になるのどうしようかなってほんまに。うん、だから。うん、えっ、もんじゃとかやめてなほんと。冷め、冷めで。<laughs> いやいやでももんじゃ、<laughs> でももんじゃでしょ一番は。 まあ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 ビルとなんかまあビルななんかそのもういやもうねそういうだから食べ物以外のなんかそういうところからももしかしたらうんスカイツリーみたいなたくさんの交通量とかは排気ガス排気ガスイメージかわからないですけどねはいまあでもま東京はちょっといろいろ考えますけどそのぜひ地元の人に来てほしいなということでいね本当には楽しみでいけたらなと。でねもう今日この 単独終わりで発表してますけどそのまでも5月4日はこのラジオイベントありますからイベントだらけよすごいねゴールデンウィークに2個イベントあるいや本当にもうすぐです3時開演ですからね5月4日をねはいえいつお便り来てますからお便りはいいですか佐用さんえ熊本さんイベントまで2週間切りましたが慶なは上達しましたかとだいておりますそうですね本当にまあ 私の感覚でね、上達したしてないは、あの、言っても多分ね、信用されないと思いますけど、え、レスの先生。先生は、え、このスピードでここまで来てる子見たことないよ。ほんまそれ。あ、ごめんなさい。忘れません。待ちましたえ、このスピードでここまで来てる子見たことないぞ。ごめんなさい。 先生基本的に「ここは息を吸いすぎないんだぞ」とか「ちょっとしんちゃん語尾しんちゃんの先生なので」っていうふうに言ってだきましたのでだから思ってるより結構ねすごいスピードでやってもらったいんですほんまやったらもうちょっとゆっくりさなあかんところを先生にお願いしてちょっとこの時期までにこれを吹きたいのでっていうので言ってるので。 出た先生がいやすごいよってすごいうスピードで来てるよってすごいやん最初は無理やと思ったけれどもみたいなニュアンスのやっぱ言われるんや全部それ週一ぐらい通ってるよね週一でね今行ってますかすごいねほんま往復一万四千かけてじゃだからたかってタクシーで行ってるだけで本当に戻ったら遠いわけじゃないやろ名古屋まで行ってるわけじゃないやろそのじゃなくて新幹線じゃないでし新幹線じゃないでしょタクシーで やっぱ朝早いので、いつもね。勝手に。もう、綺麗なにも10万以上かけてますので元取らないと、やっぱり。本当に。ちょっと楽しみですよ、本当に。じゃあ、みんな泣かせるというのが目標とおっしゃってましたよね。そうですね。だから、あの、さっき言ってきましたけど、もハンカチ絶対持ってきておいてください。はい。持っていきますよ、皆さん。はい、タオル生地のハンカチを持ってきておいていただけると。うん。あと、パンツは持って行った方がいいんですかボクサーパンツは、まあ、 だからまあ、ハンカチと2枚もめんでんだったら、ボクサーパンツ1も持ってきてくれたら、それでなんか、ボクサーパンダメっていただいても問題ないので、履いていただいて、それ履いてきてくれるのは一番嬉しいですけれども、持ってきていただいても、ね、うん、はい。ぐらいでいいか。まあ、ハンカチそうですね、それぐらいですかね。うん、はい。ティッシュと、はい。まあ、ハンカチと、はい。<laughs> 楽しいそれぐらいを、はい。いや、ほんと、だからけーなー、けえな。え、でも周り友達とかは来てくれたりするの そういうそんな感いじゃないまかみんなまは来思いますはいだからチケット取れなかったと言われたりとかチケットは確かに結構すぐ完売しましたから一応おばあちゃんはあとが来る予定なんですかね一応ねおばあちゃん来るのうん緊張しておばあちゃん来るの行ったんなんか見に行きたいだからどうしようかなってそのあんまなんか話せることかけられるなとか。 来るって言われへんからおばあちゃんおばあちゃんってなると確かにおばあちゃんと会えんねや嬉しいなじゃあそうそうそうだから会えるかどうかは分からないですけど一応来るでしょしたら途中で帰ってる可能性もありますので楽しみです本当にねぜひみんな楽しみにいろんなイベントありますから楽しんでほしいなと思いますけどもこの間最近で言ったやっぱ沖縄国際映画祭いやこれもだからお酒にちょっと早い夏を。 体験させてもらってもうほぼ真夏やったから29やばかっためっちゃえかったほんまにすごいね本当にいや私あんながっつりプライベート以外で沖縄を担当して初めてなんですよそのまあライブは結構何回かまってたけどほんま正直会場とほんまにその終わり1時間とかあるぐらいでちょっと先輩にちょっとだけ一緒に連れてってもらったぐらいで国際通りに行けてなかったんですよ多分ああそうなんや私初めて行ったんです国際通り え国際いいつを歩いたのクモさんあそうそう<あ>レッドカーペットの時にあいまで歩いてで前乗りした時にちょっと歩いてってして初めて行ったんですけどいやもうほんまに全お土産ショップをよるぐらいの気持ちで結構入って、うん、うでもうベタな T,、うんね、T シャツとかアロハシャツも買って、うん、買ってましたね確かに確かにそうそんであのハブュとかも買ったりしてハブュはなんで買うの いや。買ってるみんな。みんな買ってないんかなうん、私買ったことない。ハブシュって、完全にあれだ、しかもな、ハブが入ってんねん。うん。そう。そうそう。なんかちっちゃいやつ入ってなかったんやけど。ああ、そうなんや。そうそう。なんかそれをちょっと、ハブを抜いた版、コビ、コンやからさ、入れたりするんですけど、でっかいやつ入ってて、で、ほんまにその、店員のね、その、お母さんが、 来ててくれなんか、ハブが綺麗な状態のやつをめっちゃ選んでくれて、箱から出して、なんかあるらしい。ハブの状態。ハブがちゃんと沈んでるやつ。ちょっと浮いてくるらしいんだけど、ちょっと沈んでて、綺麗に口開いてるやつちゃんと選んでくれてそこまでしてくれたらやっぱなあかんや、そうか。ちょっとする。あの、ハブシはまあ一万、それなそうね。え、ハブシを買いたかったん そうな、な、なんでなんいや、買いたく、買って、ハブ書買おうとは言ってなかったんやけど、うん、なんかミス入ったら大体さ、入り口に置いてるやん、お酒を置いてたよ。うん、で、さ、泡盛り。俺は買わへんや <laughs> なんとなくこう。な、な、なんていうんだろうな。<laughs> 一回見たいぐらいの感じとかで。そうそう、なんか、<laughs> わーとか言って。うん、ハブこんな感じで入ってんねや、みたいな。 だからほんまにまんまと<ー>入口に置いてるやつ全部買ってます。<laughs> <れ>なんか他のアルファシャットもそうやけど、<ー>なんかオリオンの、うん、なんかちょっとしたグッズ大きいグッズとか大きい靴,とかきい靴なんかハンパンとかもあったよねいろいろいハンパンとかもそうやし、<ー>なんかオリオリオンのタンクトップも買って持しねえそのそうそうそう普通にめっちゃ買ってるよ今そうとかも買ったりとかして<ー>でで 結構、まあ、普通に、まあ、ちょっと歩いて、まあ、ちょっと、さすがに、ちょっと、まあ、暑すぎて。途中で、ちょっと折り返してきたりとか、したけど。その、前乗りの日に、さあ。の、前乗りちゃうか。前乗り、あ、前乗り、日に。結構、早めに仕事終わってから、夕方、ついて。そっから、飲みに行ったやん。飲みに行きました。春誘ってね。そう、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 三人で、まず、行って。で。 なんか、豚の虫の、ちょっと、ちょっと言うて有名なところけ有名、なんかめちゃくちゃ色紙あったし。そうそうそう。美味しかったね。で、それ自体もめっちゃ美味しくて、で、途中から、その、そっからね、まあ、イノシシのイポロチキのナダルがいるってなった沖縄に、彼らもなんか営業で来ているっていうで、ナダルにどこいるのみたいな、参加させてほしいって言ったら、なんかウサギさんと釣りしてたって言って、そこの居酒屋に行かしてもらってな。あ、そう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 。そこの居酒屋めっちゃ大刀寿司っていうね。 あの、漬けの寿司、それ初めて食べたんでも、ほんで、ちょっともう一回行こうかってなって、うん、そっから後輩の子がやってるバー。うん、多分沖縄では有名なんだ多分有名。うん、芸人がやってるみたいな感じもあって、バー、うんまあ、なんかちょっと、うん、その時にはなんか、 あの、まだオープンしたてで、みたいな。なんか、中野さんが花出した店で。一回ちょっと顔出す店ちょっと顔見せいいんじゃないけど、ちょっと様子見に行くか、みたいな。あんまお客さんもそんなに多分おらへんで。バーって聞いてたよな、私ら。ちょっとなんか、あんま、正直、あ、来てくれてありがたいです。で、感じ行ったら、ほぼ満席。 大盛りり上がり <laughs> 30人キャパ <laughs> 普通の飲食店のソファー席4つあってテーブルカウンターももう15人ぐらい並べるカウンターで <laughs> ダーツ置いすごい広い店で<ー>でその芸人好きが来てるとかじゃなくてただただまあ店として楽しんでるお客さんがもうすごいおってんほんでもうその基本的に飲む時きもう歌歌ってんねんな ちょっとちゃうかったな。イメージが、バーって聞いてたから。そうそうそう。なんつったらな、しっぽりみんなで飲めるんかな。で、今後輩ちょっと話聞いてないでって言って、その、ちょっと聞いてないでって、この感じって言いながら、すごいで、うわーとかね、なんかほんまに。で、別にこっちにそんな別にすごい、なんか、あいでーあ、へんやなんとなく声だけど 感想で、なんか、なんでやねん、なんでやねん、みたいな言ってはったの。あれちょっとカニ触ったけどさ。あれは、な、なめてんの大阪を馬鹿にしてるんじゃないかって。いう意味わからくないないねん、そんな、あいの手。ああ、そうなんでやねん、なんでやねん、みたいな。まあでも、わからんけど、でも、私らを歓迎してくれてるみたいなことんでじゃ大阪。いや、そう思った時に、私らが言いやささとか言ってるのは、ど、その感じなのか。そういうこと。思われてるのかな。でも、それは、あの、 言ってるから、沖縄の人らが例えば、島んちの宝とか歌ってる時、間に家さが言ってるから。んでやねんって言ってあるよと。いや、まあ、赤に触ってた、あれ。うん。そっからね、お年らもだから、もうそのテンションに、もう、そのテンションにもうなんか、ジムラも飲み込まれてもうて、なんか、ナダルさんが、なんかいつも、その、いつもとか昔西野がやってた、昔西野がやってた、遊びやるって言って、 <laughs> あの、一 <laughs> がやってたんか、つまにやってのって言って、あのワ、ワンピースのウィ a r で、<ー>その、あの、映像がアニメの映像やから、その、 ルフィが出てきた時に歌ってたら、うんうん、あのちょみんな一口ずつ飲むみたいな。これ,さこれめっちゃおもろかったけどさ、なんかショットとかさ、はい、一気とかじゃない、一口ずつ飲むっていうその、なんか、明日を気にした。<laughs> そう、やっぱ一気マナーとしては一気あかんっていうのがあるから、野菜 <laughs> <laughs> を意識した飲み方 <laughs>、はい。絶対一口だけグッと飲むだから、ウェーイとかにもならんけど、でも、<laughs> ルフィルフィルフィーとかってみんなで言って、ルフィ出た 芸人とは思えないはしゃぎ方あれ私はナダルが今やってる遊びなんじゃないかなと思うな踏んでるけどね西野の遊びじゃなくてちょっとナダルさんが一番はしゃいでたもんなルフィ出たらルフィ出たら爆笑してたもんあ爆笑せんもんなあとあれねグリーンのグリーンの奇跡のプロモーションビデオでおじいちゃんが出てきたら初めての遊び方したいや面白かったねそのあとのレッドカーペットも本当次のよね ですね。我々またプロレスラーの格好で歩かしていただいて私みんないろんな格好で歩くんやと思ってたコスプレじゃないけどね違うみんな T シャツんな T シャツやたびっくりしたほんとにああ面白かったねでもあれまた復活してほしいね面白かっ今年初めてやったからめっちゃ楽しかったです沖縄最高沖縄また行きましょうということで学習でリスナーさんからテーマ募集しておりまして今週はですね 好きな穴場スポットでございます。ありがとうございます。難しい、あ、助かりますか。両方が。難しいんじゃないかと思いましたけど、来ております。<あ>みんな教えてくれてます。みんなやっぱあ,れありますかえつずりさんですね。はい、好きな穴場は、ディズニーランドのお隣、葛西臨海公園にある観覧車です。 とても立派な観覧車ですが、いつ行っても空いてます。<laughs> <laughs> 一周するのに、あえー、約、<laughs> いや、クワさんも観覧車好きでしょいや、観覧車好きですよ。大好きですよ。いや、ありがたいんですけどね。うん、その情報は、うん。空いてますを小声にしてもらえますか、うん、その一周するのに約17分。 かかりますのでデートで乗れば2人きりの時間をたっぷり楽しむことができます観覧車から見える景色も素晴らしくすぐ隣のディズニーランドはもちろん、えー、スカイツリーやレインボーブリッジまで見渡すことができますえー、すごいやんかさ臨海公園という駅はわかんねんけど降りたことがないような、うん、いや観覧車17分というのはいや結構,結構大きい長い方じゃないんかなね元、うん、もともと日本一だとは<ら>そうですよえー <laughs> いやでもこれはほんま穴場じゃないですかなって言ったら観覧車のイメージって言ったらお台場とか横浜なのでかい観覧車とか穴やっぱ並んでるしそこも多分見渡したらいろいろ見えると思うけどディズニーランドがめっちゃしかも近くで見えるとかすったらディズニーランドやっぱ上から見たことはないやん。うん確確かかににそれはめっちゃいい いいですね、笠井臨海公園にあるんですってかく公園をね一回行ってみたいなと思っててその昔「うん、学校へ行こう」という番組があった時に、うん、よう行っててん学校へ行こうでたいなんか遊びでく公いにう。何なはあ、はあ とり,りかなんか場所言われてそこ行ってとかなんかで目的地着いたらみたいな感じのゲームだと思うけどそこでよう葛西臨海公園が出ててめっちゃ,いっめっちゃ広い公園やと思うんだけどあそうなんやちょっとこれは行きますわほんまにいついつとかじゃないけど今後いやいつかいや私が人を増やします葛西臨海公園のその穴場ですねじゃあきます どてちんさん。はい、<laughs> ちょっと待ってな私の好きな穴場スポットは無料の博物館です、はい、コンサート目的なので東京に遊びに行った時ついでにお金をかけずに楽しめるのでおすすめです実際に私が行ったおすすめベスト3東京にある<料>、えー、第3位、えー、宝くじドリーム館。おお<ー>あるねなんかこういうの1億円の重さが体験できる、うん、うでねうん、うん、おお2位、えー、アドミュージアム はい,はいはい。新橋になるみたいです。懐かしい広告がたくさん見れる。うん、えー、一位銀座ですよ。これ無料全部。うん。えポリスミュージアム。わわ、おもろそう。え、鑑識ごっこができるって感じ <laughs> おもろそう。<laughs> これ、くわもさん好きそうや、こういうの。いや、私、こういうのね、大阪時代めっちゃ調べてたから。うん、うん。行けよ。<laughs> <laughs> もう調べんのええから、くわもさん。結局あんまりね、行けてないんだけど。<laughs> いいやん、いいやん。1億円もねえな。 重さ測れますしすごいすごいすごい。観識ごっこいいな。ポリスミュージアムこれ無料なの。ポリスミュージアム。銀座って近いよ近いよこれ。銀座しかも。銀座で無料の施設あんねよ。確かにお金取らんねえから。すごいの。大丈夫これ穴場すぎれ穴ばすぎへん。ええ。無料です。いいですね。いやこれあれこれ嬉しいどれも。結構魅力的かもしれない。みんも新橋もほんで行けるんじゃない。近いんじゃない多分。いいですね。 人材いやどむどむ行った後とにって考えたらめっちゃいい感じのあっどむどバーガーもね、はい、確かに銀材ありますから,、はい、すから次脱色太郎さんはいえー、あまり知られていない穴場なんですが、えー、築地場外市場うん,ふん,ふん、えー、こちらに市場で買ってきた食材と日本酒をペアリングできるスポットがあるのはご存知ですかえー、旅手箱ってってるんかなという市場の2階にあるお店です えー、場外市場で食べ歩きすると結構お値段になるのですが屋外ではなく市場の本館でトロやウニその他海鮮やお肉を買ってそこに持ち込めば市場価格で居酒屋を楽しめます,すごいしかもそ,その食材にあった日本酒を紹介してくれるという素晴らしいお店ですあそ,れそんなことしてくれるん、ね、ペアリングしてくれるっていうことこれはちょっと、うん、あのー、築地行ったことあるこ,のこっち来て多分ないですねあ今まで行ったことないです <laughs> ちょっと、味。ないですね。大阪のね、傷市場はずっと行ってますけど。家が近かった。まあなあまあ、今やけど、ちょ、ちゃうやん。規模とかさ、正直ね。家近いから。さ家近いよ。もう、歩いて、さあ、四十秒とか、とかあったからさ、前、前住んでた家はね。そんな、ちょっと、前の家はね、その。そう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 、だから。うん。ペアリングなんかしてくれないでしょ傷。いや、それは、まあ、ごめん、ごめん、いや、それはなかったと思いますね。 そうそうそう、えー、あ、そう、だから、でも、ちょっと高いよな、ほんまに言うとな。あ、もうちょっと観光地値段になってんねんな、うん、だから、その中でも安いんじゃない。築地ね、これ、紙手箱でやってんのかな、すごいね。じゃん日本酒、一回ロケで行ったけど、東京の市場って、もう規模、エグいよなここじゃないとこね。はい。うん、いや、すごいわ、これは。いや、これは、でも本、お相撲に、うん。一個お休みの人が行きたいな。 そりゃそうやろう、これ<に>。何を言ってるんだ。いや、その、一日あんまり終わりでいかんで、ここ。な朝とか昼に行くね。な <laughs> に日本酒飲むね、<laughs> みんな休みやから。朝から空いてる日に行,行きます、ね、終わり、春を月日に読むなよ。<laughs> 空いてないやろ多分分からんけど。<laughs> いや、いい <laughs> まだ行きますね。ミニシミルシジミジルさん。えー、私が好きな生スポットは、静岡県伊東市にある。 怪しい少年少女博物館です怪しいはついてるあ怪しいから入ってます<え>ホームページにもレトロで可愛くてグロいとありなんだここと思うこと間違いなしです<お>怪しいと言ってますが簡単に言えば、えー、昭和のおもちゃ昭和のファッション展示などの博物館です<お>私が行ったのは7年前で電車とバスで行ったんですが<お>展示物をじっくり見ていたらバスの時間を過ぎてしまいましたなか、えー、ですが中にスーパーファミコンで遊べるスペースがあり 次のバスは車での一時間そこで潰せました。どうですかってですね。いや怪しい。静岡県です。少し遠い。静岡。まあでもそので休みの日とかやったらその行けますよね。そのフラフラっと行ける距離じゃないですか。静岡ってフラっと行けるかちょっと遠いでやっぱ。ちょっと遠いんか。うん。近いよ。近いけどってことね。ああすごいすごい確かに。ちょっとレトロな雰囲気のがやっぱ好きやから。やっぱやっぱ。 今年の目標としてやっぱ、その。え、力持ちになりたいったっ。<laughs> 力持ちになりたいもんですけど、うん <laughs> うん、行きたい場所でても、秘宝館とか行きたいなと思うんやっぱ。秘宝館ほんまに、ほんまになくなり、なくなると思うんで、その。あそういうことね。その、<ー>どんどん減ってきてるけど。え、秘宝館のなんか今、おすすめあるんですか一個。いや、もう秘宝館の数がやっぱ少ないから、その、一応ベタなとこ行きたい、うん、熱海の。 ああそういうことね。そう,そう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 。東京じゃないよね東京じゃない、そう東京多分ないんちゃうかな。<ー>分からんけど。そういうちょっと観光旅行のそういうところにあるからさ、あの違法感っていうのは。私はねあの、うん、も知ってる方は多いと思いますけど、私あそこ好きなんですよ。あの神戸のキリンビール神戸工場これをね<あ>行くのが好きで。ああっ行ったことないわけ。堀川さん車持ってた時とかにここ行って。 実際神戸って言ってもサンダにめっちゃ近いんでそのままサンダのアウトレット行くみたいなのをよく小旅行みたいな感じでキリンビール飲むっていう確かに大阪住んでたらあの辺ちょっとほんまね小旅行感覚で行けるからうちょっと車いるんやけどフルーツフラワーパークとそう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 これ500円で工場見学みたいなできるベロベロなれるんのやったっけベロベロならそんな紹介したいわけじゃないでうちのおすすめこれ飲んでってことね でも今日無料の博物館あったから超えられへんな私はじゃ無料で言ったらねスマー離宮公園私好きなんですけどねスマー離宮公園スマー離宮公園って私の<う>まあ地元にあるんですけど、うん、地元っていうか、まあ、あまあ家からちょっと歩きますけどいいよそこまでしっかり<の> <laughs> 地元の高校のあったところの横にあったんですよそれは何ができるところなのアスレチックがあるんですけどね、まあ、まず広いんでで結構ね国指定されてる公園なんですよもともとね、うん、確か何何に指定されてるかちょっとだけ 一旦、ふわっとさしますけど、うんうん、いろんな、あいはいろんな指定あるからさ。ははで、公演自体は広いんですけど、そのね、アスレチック、小学校の時とかにずっとこう、なんかちょっとした、ちょっとした、何ですか、うん、えー、一日の、一日外遊び体験みたいなるや。公<ん>外学習みたいなことでいい公学習もで言い過ぎるいっすよね、いいっす、うん、時にね、行くようなところねんけど、うん、なんかアスレチックがね、たまにね、けうん、結構連続で一旦ちょっと、 なんかあの、ストップされてたりとか、そんねんけど,ど、どどどどなんか、<け>結局何個か、ちょっと今ちょっとし、うん、修理中ですんで、ね、3つぐらいただただ歩く時間とかあんねんけど、<laughs> <その笑>で、あはなんか宝、海賊の宝探しがコンセプトになってる公園で、<ー>そこであの、あのさ、ロープにさ、捕まってさ、ビューンで行くのとか、うん もう大人とかはもう足ついたりとか、水溜まにバシャーンなったりするけどといごめんなさい。それは、あの、選ばれません、今日で言うと。<laughs> そういうとこ、ごめんなさい。あの、足つく <laughs> い<や>、足つくクがあるんですけど、<人>ごめんなさい、選ばれません。<日>いや、今日、いや、鑑識ごっことか聞いてました、今日。だいぶ魅力的で初めての情報。いや、大人になって、<laughs> いや、大人になっていくことなかなかないでしょ 行かかなくていいから <laughs> いいらや楽しいで最後にね<の>これまあネタバレネタバレネタバレ, <laughs> タバレこれネタバレになるあかんかったらちょっとピーにしてほしいんですけど海賊で最後宝探しやから最後宝を見つけるんところあるんですけど<ー>そう宝箱のところに行ったらね開<ー>けたら何も入ってなくて、うん、で、あのー、その宝 え今までここをんか努力して皆さんが来たこの気持ちというか友達の中なんですみたいな皆さんのことを書いてあるのが大人になったらめっちゃ腹立つからだからいかやだから空っぽやろなと思ったしそれが何か楽しいんかちょっとねベタな感じの部分だったりとか近いんかなこれちなみにキリンビール工場と近いんかなそんなことないキリンビール工場からはサンダの方ええ車やった たら頑張れ、頑張れるま、1時間ぐらいですかね。<ー>電車だったら、ま、2、3三らぐらい。電車で行きません。<laughs> 電車でアスレチック行きません。大人は。<laughs> 頑張れは、なんかルートになりましたね。そ<う>で思ってる都会にはある。あ,<ー>のあの、ね、アスレチックやから、ちょっとあの、外れたところなんじゃないかと思うかもしれんけど。<laughs> えー、皆さん、本当にいろいろありがとうございます。あ、そうですね。自分はこの言われたら、めっちゃ嬉しいです。ちょっと聞いてみたいです。わかりました。皆さん、お願いします。ということで小話、小マ出し、行けますか?。はい、行きます。えー、では、紅しょうがは好き好き、ここまでです。皆さん、さよなら。あの、稲葉さんが、ちょっと、これ、喜ぶ情報。かもしれないですけど。<お>あの、この間。あの。まあ、今、まあ、倉さんがね。うん、あの、家。 にちょっっと遊遊びびにににに来来るるみたいになってうん、うん、あ家に遊びに来るあの一瞬ちょっと私ん家に寄ってからウォーキング行こうみたいな話になってんけどうん、うん、で私ん家にちょっとだけじゃあ,あの、うん、一瞬上がるみたいになった時に熊本さんちょっとあの、うん、本当に何かあの本当にキモいんだけど申し訳ないけどちょっとだけあの。うん ちょっとトイ,トイレ貸してもらってもいいかなみたいな、うん、これ来てすぐにちょっとこんな申し訳ないんだけどみたいなちょっとちょっといっぱい食べ過ぎちゃってみたいなことを言われて全然、うん、全然いいですよって言ってでなんか多分私とかがさんざんそういうなんかあのトイレのね話とかを岩倉さんがさんざんこういじってきてるからちょっとそこすごいねキモいよねとかって言われていやいやキモないぞ全然言ってくださいみたいなほんで岩倉さんがちょっとあの。 あの恥、恥ず、かしい、恥ずかしいからって言って、ちょっとあの、乙、うん、姫代わりにって言って、曲かけるわねって言って、うん、で、あーもう全然、金銭せんとくこっちもテレビつけて、うん、まあそこは一応気遣いで、声を出しますからって言って、うん、ほんで、まあ、ゆうからさんが最初駆け出したら、あの、うん ジードルの、あの、デビューシングル。エセデレラエセデレラをまずかけてて、あ、エスデレラ、あ、なんか最近ジードルハマってるよとか言ってたから、エセデレラかけるんやと思って、でも結構まあさ、あの、おきい、おきい音になるやん、エセデレラっシンミュージシャバラードじゃないから、だから逆にいいんかなぁと思っててんけど、そしたら、あの、稲田さん、朗報やねんけど、デビュー曲から最新曲まで丸々うんこしてました。 黒美の寺内です大西です毎週火曜夜11時頃から配信中ラジオ関西ポッドキャスト黒美のブロンドスポーツ足研究会ぜひフォローしてください主に政治経済を中心に取り扱っております全く <laughs> 違います基本ゲス話なお話をしておりますよかったら聞いてくださいお願いします